クリーブランド軍はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は98,078人であり、2000年の96,287人から1.9%増加した。軍庁所在地はシェルビー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。クリーブランド軍は1841年に リンカーン軍とラザフォード軍の一部を合わせて設立された。軍名はアメリカ独立戦争の大佐であり、キングスマウンテンの戦いに参戦したベンジャミン・クリーブランドにちなんで名付けられた。1841年から1887年の間、軍名はクリーブランドと綴られていた。この1887年に現在の綴りが採用された。クリーブランド軍は 地域の自治体委員会である、イソサーマル計画開発委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は469平方マイルで、あり、このうち、陸地465平方マイル、水域は4平方マイルで、水域率は0.85%である。クリーブランド軍は11の軍区に分割され、番号付けがなされている。 第1軍区は、リバー、第2軍区は、ボイリングスプリングス、第3軍区は、リッピー、第4軍区は、キングスマウンテン、第5軍区は、ボリック、第6軍区は、シェルビー、第7軍区は、サンディラン、第8軍区は、ポークビル、第9軍区は、ダブルショールズ、第10軍区は、ノブクリーク、第11軍区は、ケイサーである。 一下は2010年の国勢調査による人口統計データである。クリーブランド軍の自治体と、軍区クリーブランド教育学区が幼稚園前から12年生までを教える29の学校を管轄している。高校5校、オールターナティブスクール2校、中学校4校、小学校18校からなっている。二千四年にキングスマウンテン市教育学区、シェルビー市教育学区と合併して、 現在の学区ができた。2004年2月14日から行方不明になっている映写ディグリーの不思議についてアメリカズ・モースト・オンティド、オプラ・ウィンフリー賞、グッド・モーニング・アメリカ、モンテル・ウィリアムズ賞などいくつかのテレビ番組で取り上げられてきた。ありがとうございます。